栃木の名店を訪れて美食をめぐるとちめし。宇都宮市役所の目の前、コンクリートの打ちっぱなしのビルの2階アウル。オープンは7年前。落ち着いた雰囲気の店内にはかわいいフクロウの小物があちこちに。そんな癒しの空間の中、お得なランチやディナーを楽しめることで評判のカフェです。雰囲気をあの山小屋風というか、あと打ちっぱなしのビルってこともあって、ちょっと冷たい感じもするので、クライミングで使うボールを木をつけてみたりとかして、ちょっと温かみを出しているのがお店のイメージというか。そんなアウルで人気のパスタ料理を作ってもらいました。こだわりの生パスタはわざわざ神戸の工房から取り寄せたもの。ソースによく絡むパスタ麺です。自家製のトマトソースの具材にはニンニク、ベーコン、ほうれん草など。隠し味として生クリームを加えて味をまろやかにしています。茹で上げた生パスタをソースに絡めてお皿へときれいに盛り付ければ完成です。少し甘めで優しい味わいのトマトクリームパスタ。トマトソースのほのかな酸味と、あとクリームを入れることによってあのまろやかな仕上がりになっております。宇都宮の癒しの空間でいただくこだわりのパスタ、一度召し上がってみてはいかがでしょうか。